ミリベル。リブルが別の昆虫になっとる。セミリブルのリクエストにお答えしたよ。マジで何でもできるのな、リブルは。さっきのはセミさんに協力してもらっただけだよ。なんだ、リブルが変身してたわけじゃなかったか。で、今回は何のホラゲやらせるつもりなの？前回に続いて超怖いのなしね。そうそう、今回やってほしいのはな、前々回プレイしたゴーホームの作者さんの新作の体験版だぜ。え、新作の体験版出てたの？実はゴーホーム実況映したタイミングと配信がほぼ被っていたらしいぜ。早速やってほしいとリクエストも来てたし、やってみようぜ。ゴーホームの方の新作体験版なら、多分めちゃくちゃ怖いことはないよね。いいでしょう、やってみましゅよ。決まりだな。ではタイトルに切り替えるぜ。やそ。今回やってもらうホラゲは、やそ、デモ版だぜ。正式リリースは9月30日らしいぜ。あと1ヶ月ちょっとで発売なのか。前やったゴーホームと同じく、独特なタイトル画面でしゅ。Steam の販売ページ概要欄によると、明治時代の洋館を舞台にした一人称視点の探索ホラーアドベンチャーゲームとのことだぜ。明治時代が舞台なんだ。しかも一人称ときたか。主人公の名前は切りましょうかとのこと。気がついたら見知らぬ洋館にいたから、とりあえず脱出することが目的って感じらしい。なるほど。とりあえずゲーム開始してみましょうか。今作も笑える要素たくさんあるのかな？油断してたらゴーホームの生首みたいにホラーなところもあるかもなのぜ。てかホラーゲームなんだからちゃんと怖いところは怖いと思うぜ。ガチホラーじゃないことを祈りましゅ。この人が切りましょうかさんかな？やってしまった。何を？肩太りしているのに案外簡単なものなのね。何が？外が暗くなってしまったわ。早く帰らなければまた夫に殴られてしまう。このままにしていいの？だから何が？とにかく外に出るわよ。フルボイスでしゅね。意味深なことばかりつぶやいてたね。てか何か見えたような。ちょこれ何？なんかブヨブヨしたものが転がってるな。暗くてよく見えないが、これは死体なんですかね？うわ、押したらぐにゃぐにゃ動くよ。人の形してるな。どうやら死体で間違いはなさそうだぜ。死体にしてははっきりと見えない感じでしゅね。階段から落としてみましょう。開幕早々階段に死体を転がすリブル。こんな場所で死んでるからいけないんでしゅよ。てかこの死体、やけに長くない？確かに結構長いな。人間の死体なのかどうかも疑わしい。もしかして化け物の死体だったりする？翔花さんが開幕早々やってしまったとか言ってたな。この人が殺してしまったんでしょうか。とりあえず外でよ。嘘でしょ。最悪だわ。お守りが破れて、中身の折り鶴をどこかに落としてしまったみたい。あの折り鶴がなければ、私は生きていけない。何としても探し出さなきゃ。え、お守りの折り鶴がないと生きていけないの？あ、しかも先ほどの死体なくなってるし。人は辞める際の反撃で偶然お守りが破れてしまった感じかな？開始早々謎が多いようでしゅね。翔花さん人殺してるっぽいし、死体みたいなものは突然消えるし、お守りの折り鶴がないと生きていけないらしいし、いろいろ複雑な設定ありそうな感じでしゅね。こっちが空いてたので、とりあえず進んでみましょう。雰囲気的に結構なホラー感ありますな。ちょっと不気味だけどネタ要素あることに期待してましゅよ。怖い演出ばかりだと精神が持ちませんからね。てか部屋の名前に読みにくい漢字使われてるね。よしと柳だな。何もかも思い通りにいかないわ。何の価値もない私の人生。生き地獄で死ぬまで生きて、死んでも地獄に落ちるのよ。やってられないわ。やけに自暴自棄な感じになってましゅね。左クリックで壺を壊せる模様でしゅ。何もかもうまくいかないから壺壊しまくるぜ的な。あれ？壊せないよ。ちゃんと左クリックをしてるか？間違って右クリックしてないか？左と右の区別くらいつきましゅって。ごめん、よく東西間違えてるから左右も怪しいかと。それはさすがに言い過ぎでしょ。で、結局壊せなかったわけか。いくら左クリックをしても無理でしたね。ただのバグであればいいんでしゅが。案外リスタートで直ったりするバグなのかもしれないな。壺壊さないと進めない箇所があったらやり直しましょう。てか、どのドアも鍵かかってるようで開かないでしゅ。2階に行ってみようぜ。そうしましょうか。てか、さっきドアの名前調べてた時に、全然読めない漢字ありました。私も読めないのあるぜ。なんとか光栄ってやつでしょ。それそれ、教養ないから全然わかんないぜ。ちょっと調べるぜ。読み方わかんないのにどうやって検索すんの？漢字手書き検索で調べれば問題ないぜ。そういうのあるんだ。あ、なるほど、これでタンポポと読むのか。お花の名前って漢字で書くと難しいやつ多い印象。確かにそうだな。あ、こんなところにアイテムっぽいの落ちてましゅね。うわ？急に何か落ちてきた。え？ゲームオーバーのようだな。唐突な初見殺し来ましたね。これは全く予想できませんでした。どこから再開になるかな？オートセーブされたような気配はなかったよね。あ、
最初からでしゅね。じゃあ今度こそ壺割れるかどうか試そうぜ。あ、玄関調べる前はここの扉閉まってましゅね。お守りの折り鶴がないことに気づいてから開くようだな。ゲーム開始直後は階段のところに相変わらず謎の死体がありました。もしかして玄関で一人ごとつぶやいてる最中に死体が起き上がってドアを開けていったとか。それならドア開けるときに物音の一つはしていいはずだよな。確かにそうだよね。だけど物音一つせず勝手にドアが開いてた。これは普通にホラーだよ。結構怖いんですけど。まだビビらなくてもいいだろ。それより壺のところ行け。あ、そうでした。では改めて壺破壊試してみましょう。何を派手に突っ立ってるのかしら、この壺は。ああ、腹立たしい。こんなもん、こうよ。え？拳で？やっぱりこの作者さんのホラゲはネタ入ってるな。拳で壺破壊しましたよ。もちろん私も壺あるで。拳で。このネタも2017年だから4年前なのか。意外と時間経ってますよね。拳で。もう拳で言わなくていいから普通に進めていこうぜ。はいでしゅ。多分あの電球が落ちてきたんでしょう。一個だけ点滅してたんだな。仮に点滅してたことに気づいてても、落ちてくるとまでは予想できなかったと思いますし。あ、さっきの漢字も調べて。おや、鍵があった。なでしこの鍵とのこと。リグルがなでしこ読めるだと。私にだって読めるのは読めるよ。で、さっきのドアの漢字はなんて読むの？あだばならしいな。いたずらばなとも読むらしい。聞いたことないでしゅ。教養不足で私も初めて聞いたぜ。咲いても実を結ばずに散る花のことらしい。あだばなって名前のお花ではないのね。タデも初めて知ったな。タデ食う虫も好き好きのタデだったぜ。ことわざは知ってても漢字まで知らなかった。ここまでに読めなかった漢字って何気に一般常識に入ってたりするんだろうか。これ一般常識で出されたら悶絶ものだと思いますけど。ウプ主は読めたか。読めるわけないって。じゃあ一般常識ではないだろうな。なぜウプ主さんの知識量基準なの。ウプ主さんの知識偏ってるから当てになりませんって。高校の頃のセンター模試、国語で200点中60から80点行き来するくらいのガバガバ読解力しかなかったですわ。受験生なら読めないと話にならないと先生に言われた難読漢字だってほとんど落としてましたね。じゃあ読めなくて当然か。うるてぇ。私らだって読めてないんですから、ウプ主いじりはやめましょう。今さっきなでしこのまで吉野鍵手に入れました。吉野間って1階にありましたね。階段降りて右行ってすぐの扉だな。ここ入ってすぐでしゅね。あと今思ったんですが、このホラゲ、走れないね。あ、ドア開けたら目の前に壺。なんでこんな邪魔になる場所に置いてるんでしょうか？破壊破壊。他人の屋敷の壺破壊して喜ぶリグル。ゲームだから気軽に壊してるだけですからね。アガバナの鍵がここにありました。なでしこの鍵が置いてあった窓のすぐそこのドアだな。早速アガバナの間を開けに行きましょう。え、急に明るくなった？外から光が差し込んでるな。どこか電気でもついたんですか？あ、消えました。先ほど明るくなったのは一体何だったんでしょう。さっきの間に何かがあったのかもだが、ちょっとわからなかったな。ではアダバナの鍵を使って中に入ってみましょう。今までの部屋と雰囲気が違いますね。この部屋だけは室か？あら、壺が割れませんね。ドアが邪魔になってて近づけないようだな。この壺は無視するしかないかな。では和室へ入って。奥の掛け軸、なんか超怖くない？いい感じのホラー感出てきましたなぁ。ゴーホームのようなはちゃめちゃ感期待してたんですけど。はちゃめちゃ感というかネタならあったじゃないか。骨の形がわかるくらい痩せた顔。落ちくぼんだ目。ボサボサの髪。あの人はどんどんと変わり果てていった。あの人？幽霊画を見て思い出すなんて、ひどいわね。幽霊画を見て痩せこけた誰かさんのことを思い出したようでしゅね。あの人はどんどんと変わり果ててしまった。か。あの人って誰のことなのかな？翔花さんの知り合いか誰かなんでしょうかね。夫のことではないよね多分。最初の独り言でまた夫に殴られてしまうと言ってたな。痩せこけて病気がちな体で殴ってくるとは思えないから、夫ではない別の人物だとは思うな。和室を抜けると反対側へ出られました。そのおかげで即ストラップ回避でしゅ。あらあら、また読めない感じ。そして起きて割れた電球の上を通ることは不可能のようでしゅ。勝負、もしくはアヤメらしいな。しかも勝負とアヤメは違う種類の花らしい。ややこしいでしゅね。このホラゲではどっちの読みを意図してるんだろう。階段を降りていくとまだまだいろんな部屋があるようでしゅ。まだ知らない読みの漢字がたくさん出てきたりすんのかな。花の名前がたくさん出てくるってことは、花言葉も関係してくるのかな。ここは地下室へのドアでした。急にパパイヤて、唯一漢字名称じゃない部屋見つけました。ここは松の間で、もう一つは藤の間でした。食堂は鍵かかってましゅ。あ、そこは玄関ホールに通じてる扉じゃね。
こちら側から開けることができましたね。で、次はどこへ行けばいいんでしたっけ？梅の鍵入手しただろ。進んでる方向はそっちで合ってたと思うぜ。梅の間は確か一番奥の方にあった記憶があります。ここはタンポポでしたね。読み方覚えました。どうせすぐ忘れる忘れる。意識的に思い出すようにしないと確かに忘れちゃいそうでしゅね。梅の間で早速食堂の鍵を入手でしゅ。壺はどんどん破壊していきましょう。今のところ壺の中に何か入ってた試しがないような。確かに何もアイテム見つけられないよね。消化さんがひたすら拳でストレス発散してるだけなんてこと。何あれ、突然のガチホラー演出はやめてよ。大蛇っぽいのがいたな。このホラゲ、なんだか怖いよ。そりゃあホラゲなんだから怖いところがあるのは当たり前だろ。この作者さんのホラゲだったら大体ネタで済むと思ってたのに。ゴーホームのことは一旦忘れようぜ。いつ大蛇に襲われることになるんでしょうか。奴は一体いずこへ。とりあえず食堂に入ればいいと思うんだぜ。食堂は今から開けるから、中にさっきの奴がいるわけはないよね。広いでしゅね。今さっき光物が見えた気がしたんだが。え、光る何か？人玉とかいました？そんなんじゃねえよ。あ、もしかしてあれ？机の端が月明かりで反射してるだけじゃない？いや、よく見たら鍵発見。桜の鍵を入手しました。よく桜読めたな。まさかマリサさん知らなかったの？リグルが知ってるなら私も知ってるぜ。本当に？本当だぜ。実は知らなかったのに知ってるふりしてマウント取りたいだけでは？いや、そんなわけ。マリサさんどうしたの？本当に知ってたならもっと堂々としていいはずだよ。おう、知ってたんだぜ。発音が若干おかしかったよ。実は桜読めなかったのでは？読めたんだぜ。イントネーションが狂ってるよ。無理して嘘つかなくても。ヌアンリブルがいじめる。普段いじめてきてるくせに。え？なんか階段にいないか？うわわわ、大蛇がこんなところにいたよー。食い殺されるもん。って、あれ？消えちゃった？いなくなったな。ま、マジで襲われるかと思ったけど、ただの幻覚だったんでしょうか？もしくは幽霊とか？神出鬼没だったりするかもぜ。次、蛇が現れるのはいつでしょうか？マジで怖いんですけど、こんな怖いホラゲだとは思ってなかったんですけど。今作はなるべく真剣にホラー作品作ってるのかもしれないな。どんどんネタ入れてくれた方が私はやりやすいんでしゅが。どんどん怖くしてくれた方がリグルの顎が鍛えられるんですが。もうこれ以上鍛えて何になるねん。桜の間は2階にあったよね確か。なんか音楽聞こえね。めっちゃ聞こえましゅよね。ちょ、急にお隣やんだ。ここが桜の間だね。誰が音楽流してたの？中には誰もいないな。壺あっても結局何も出てこないと。さて、次の部屋の鍵はどこ？このレコードから音楽鳴ってたみたいね。今ではほぼ見かけないやつだな。音楽鳴らしてたのは幽霊なんでしょうかね。消化さん以外の人に会わないから不安だよ。桜の間では結局鍵はなしか。うが？向こうの窓から巨大な赤い目が覗いてるな。ちょっとなんなのよ、このホラゲ。どうしてこんなにガチホラー演出入ってんの？だからホラゲだと何度も言ってるだろうが。ホラゲの皮かぶったネタゲーじゃなかったの？やっぱりウォーホームのイメージが強すぎてネタに期待しちゃうんだって。それなのにホラーばっかりで来られたら私の精神が持たないって。前回エフレメイに耐えられたリグルなら余裕だろ。余裕なわけあるかい。今回は 3D ホラゲなんだから 2D よりも没入感あって怖いよ。あの目は一体いつ現れたの？マジで不気味すぎて笑えないんですけど。いずれ屋敷の中に入ってくるのかな？なんか窓に近づけなくなってまっしゅ。へ？突然周りが真っ赤になったな。ガチでこれからホラー化していくやつやん。翔ちゃん。え、中に誰かいる。咳込んでましゅね。僕は、もう、ダメだと思う。いや、むしろ、もう、特に、くたばってるんじゃないかって、思うんだ。翔花さんが言ってた痩せこけた人って、この人のことかな？君がくれた、千羽鶴に。玉の尾を繋がれているみたい。君がくれた千羽鶴？じゃあこの鍵は翔花さん。苦しいよ。翔ちゃんって翔花さんのことではないよね。漢字が違うから別の人だろうな。翔ちゃん。出会ってくれて。ありがとう。声質的に主人公の声っぽい気が。あだばなのまで翔花さんは死んでるのかもな。じゃあ、今さまよってる世界は死後の。いろいろおかしなことばかり起きてるし、死後の世界なんだろうな。あ、再開しました。ふえ？
これは。ほうほう、そうきたか。急に裏世界になっちゃったよ。完全にガチホラー化しちゃったよ。窓の外の目玉はいなくなってる。まさかの静岡パターンとは恐れ入りましたぜ。うわ、畳が血まみれ。そして掛け軸に描かれてた幽霊がいなくなってる。掛け軸の下に鍵置かれてるな。これって掛け軸の幽霊が外に出て徘徊してんじゃないの？てか一瞬幽霊って言葉見えたけど。シフトで走れるらしいぜ。ちょちょちょ幽霊ってしまったよ。は、早く逃げないとまずい。後ろの障子開けてすぐに脱出しないと呪われる。うわ回り込まれてて草。これはダメだって、もうやめる。やめるのは禁止。こんなに怖いなんて聞いてないよ。私だって知らなかったんだぜ。あのお方の新作だから休憩になると思ってたんだが。仮に怖くなかったとしても死にゲーすぎて顎に負担かかるコースでしょ。ふえん、また逃げるところからやり直しだ。後ろの障子から逃げようとしたら一瞬で回り込まれてドッキリ食らうとか。次はうまく幽霊を避けて入り口から出て行ってみようか。うまくいけばいいんでしゅが。こうやって引きつけ。瞬間移動してきててくさ。ちょっと、あんな挙動するとか聞いてませんて。どうやら一定の距離に近づくと目の前まで瞬間移動するらしいな。それなら鍵取ってすぐ裏から逃げるのはどうだ？それだと回り込まれるんぜ。幽霊に近づかれる前に逃げるんだぜ。そしたら目の前に瞬間移動してこず、逃げ切れるかもしれない。あ、ほんとでしゅね。奴になるべく近づいてはいけないってことか。では引き続き頑張っていきましょうぜ。怖すぎるからすぐやめたいよ。てか、さっきの鍵は竹の間の鍵だったのね。え、これは。そう書体に近い感じの事態だな。頑張って読んでみようか。全部読めるかな。幽霊というものは、見えたる相手に、ちょっかいをかける。ちょっかいをかけるなんとかあり？心ばせあり。かな？幽霊は見えている相手にちょっかいをかける性質ありってことだと思うぜ。先ほど2回ちょっかいかけられましたね。おのずから、狙われたけるは、冷静に。え？隔たらん、だと思うな。残りは、2度ほどかわさば諦めよう。つまり、幽霊に追いかけられたら冷静に離れて二度ほど回避すれば諦めてくれるだろうってことかな？なるほど、逃げるが勝ちってことでしゅね。追いかけられ始めたら頑張って逃げ切る。それを二度繰り返せば諦めてくれるって意味か。幽霊の対処法は分かったから、もう怖くないな。怖いに決まってるでしょうが、逃げられなかったら顔面ドッキリの刑でしゅよ。ドッキリ食らった時のリブルの顔面の方がよっぽど怖い。うるせえ。とりあえず階段降りて下行くしかないよね。幽霊のやつ、ランダム出現なんでしょうか。おいおい、顔がクラウディアになってるぜ。出てくるタイミングおかしいって。こりゃ結構死にゲーだな。ガチホラーと死にゲーの組み合わせはあかんて。さっきはここで出てきたよね。ランダム出現じゃなくて固定位置出現なら、現れた瞬間に逃げるのはありかな。来た来た、すぐに逃げましゅ、このまま逃げ切るよー。普通に玄関ホールの方へ向かって逃げてもよくね。なるほど、それもいいかもね。もう来てないかな？ちょっと待って。おいおい、リグルの顔おかしいだろ。目が口になってるじゃないか。パニックになりすぎて顔のパーツ付け間違えたでしゅ。ちょっと何言ってるか理解できないぜ。和室まで逃げて立ち止まったら瞬間移動されちゃった。今度はマリサさんが言ってたように食堂の方へ逃げてみよう。は、ちょっとそれをね。リグル、幽霊に関するメモ読まずに下降りただろ。もしかするとそれが原因かもしれない。竹の間のメモ書き読んでないと階段で現れるってこと？フラグ立ててから降りないと絶対捕まるのか。このメモは絶対に読まないといけない模様でしゅ。この状態で下に降りると幽霊の出現位置が変わり、安全に逃走可能になるようでしゅ。では、食堂の方へ一気に駆け抜けてみましょう。行くよ。どこまで逃げれば消えるのかな？後ろから来てる。あ、追いかけてこなくなった。けど、謎の影が出現しました。さっきの掛け軸の幽霊とは違うみたいだな。影の見た目的に襲ってこなさそうな雰囲気はしましゅが。あれ？壺割れなくなってまし。裏世界入ったら割れなくなる仕様とかじゃね？知らんけど。とりあえず影の正体でも見てみる？人間。なんで普通の人間っぽいやつがいるだけでビビるんだよ。いや、多分生きてる人ではないよね。どうしてこんなところで突っ立ってるんですか？そういう話だって、安倍氏。リグルが安倍氏言い出したら余裕が出てきた証拠だな。余裕なんかあるわけないじゃない。というわけで、この人には近づかないようにしてみましょう。このまま逃げたらいいんでしょうか。急に後ろから来るパターンだなこれ。嫌でしゅってそんなの。あれ？巨大な顔面にわが階段塞いでるよー。あらや、これじゃあ2階に戻れないな。こいつ、襲っては来ないのか。ずっとこっちに睨みつけてくるよ。急にこんなのいたら怖すぎるって。無理やりにでもかいくぐって進むこともできないか。それなら幽霊をここまで引きつけるとどうだ？それ、確実に捕まるパターンでは？でもやってみるしかなくね。今のままだと戻れないぜ。あの幽霊を回避して玄関ホールまで行けないかしら。一瞬近づいて食堂に隠れてみましょう。今でしゅ。お、消えたな。食堂に入ると結局いなくなるんだね。
それじゃあ玄関ホールヘッシーはガブテクリオ上とじばめの火場でシームズロレズロベ。結局同じところから出てきててくさ。こんなのわからないって、初見殺し多すぎるって。はいはい、次。今度はそのまま引き返して逃げてみましゅよ。一旦一呼吸置きまして。今でしゅ。このまま向こうへ駆け抜けるよー。どうだ？いなくなったな。大岩さんは消えてないでしゅね。大岩さんちゃうだろ。まあ、大岩さんの方がまだ可愛らしいでしゅよね。では、一旦食堂へ退避。心を落ち着かせてから玄関ホールへ。うわ？一体何にビビってんだ？いや、翔歌さんの影にちょっと。自分の影でビビるな。あれ？玄関ホールへの扉が開かないんですけど。マジか、開かなくなってるんだな。戻っても階段に顔面岩があって通れないし。いや、案外これで戻ったらいないとかありえるかもぜ。なるほど、そうしてみましょうか。残念ながら岩がずっと階段に居座り続けてましゅ。玄関ホールへの扉も開きません。これでは一生ここから出られませんが。ちょっとわからなくなったな。一旦やり直そうぜ。ということで、一番最初に試してターンで進んでみることにしてみましたよ。階段に引っかかって危なっかしいな。捕まらなかったのでよしとしましょう。てか、あいつ全然階段登ってきてないね。もしかして畳の部屋へそのままワープしてくる感じなのでしょうか。和室は急いで駆け抜けた方がいいだろうな。じゃないと瞬間移動からのドッキリ食らうぜ。一気に抜けましょう。もたつくなって。怖いんだからしょうがないでしょ。来ない？幽霊に追いかけられてる時だけ走れるんだよな。あ、まだ走れましゅよ。ということはもたもたしてたら追いつかれるのか。普段走れないし、このタイミングで一気にいろいろ見て回るのもいいかもな。そうでしゅね。何か変わった箇所はないか迅速に調べましゅ。今さっき窓の外に何か見えたような気がしたんだが。なんか変な音しません？バタンバタン音してるな。近いのかな。一番奥の方から聞こえてる気がするが。ちょ、ドアが勝手に動いてる。まさかここに幽霊でも瞬間移動してきた？とか言いつつ割とすぐ中へ突入するリブル。中に鍵置かれてまっしゅ。書籍室だって。どこにありましたっけ？てか、さっきすぐ中へ入ったのは急いでクリアしたいからで、決して慣れてるからじゃないんですからね。絶対慣れてるだろ。こんな異常事態に落ち着いて行動できるわけないじゃない。書籍室どこなのよー。早く見つけないと幽霊に追いつかれるよー。やばい、前から来てるよー。書籍室は1階にあった記憶あるぜ。そこを右に進め。幽霊はそこまで移動速度速くないっぽいから、落ち着いて見つけるんだぜ。え、なんか奥のドアのガラスに人の顔映らなかった？すまん、よく見てなかったぜ。無事に書籍室には来れたようでしゅ。次の鍵はどこにあるの？早くしないと幽霊が来ちゃうよ。奥の方が怪しいな。鍵ハックが？誰かがこっち覗いてたよ。さっきのは動きするほどの演出だったか？急に決まってるでしょ。確かパパイヤの鍵入手したよね。または室抜けて下降りないといけないよね。パパイヤの回した降りてすぐ目の前のドアだぜ。幽霊に気をつけて向かいましょうぜ。なんか幽霊がドアの向こうで突っかえてる。おい、立ち止まるなリブル。瞬間移動してくる可能性を考えろ。そうでしたね。急いでパパイヤの前向かいましゅ。というわけで目の前にパパイヤの間があるわけでしゅが。やばい、幽霊がこっち来た。あの距離なら一気に鍵開けて中入ればよかったんじゃね。そんなことしたら入った後に侵入されて詰むでしょ。しかしあの幽霊、和室以外の部屋に入ってきたところを一度も見てないんだよな。言われてみれば確かにそうかも。迷ってても仕方ないし、隙を見て一気に鍵開けて中に入るんだぜ。やるだけやってみましょうか。そろそろ行っていいかな。うおー、急げー。早くドア開いて開いて、中に入らせて。おお、ギリギリセーフ。あらあら、やっぱこの幽霊、普通の部屋には入らないみたいね。あ、このメモは？え？書籍室で見たかった？口から顔出してドッキリに対抗するのやめろ。謎の女幽霊に翔歌さんが。あ、クリア。デモ版はここまでのようだな。私が想像してたようなネタだらけのホラゲではなく、今作は割とガチなホラー作品目指してるっぽい。想像の何倍もあごきさせてしまってすまんな。私にやらせる前にマリサさんが自分でプレイして確かめてよ。せっかくの新作でもなんだし、私も初見で見てみたかったんだぜ。制作者様だってあのお方なわけだし、今回もたくさんネタぶっこんでくるんだと思ってたんだぜ。ネタといえば序盤の拳でくらいで、あとは普通にホラゲで怖かったよ。途中から静岡になっちゃうのもマジでビビった。幽霊なんか初見だとガチで心臓に悪いって。あ、静岡はサイレントヒルのことですぜ。別にそこは説明しなくても視聴者さんわかるんじゃ。いや、稀に静岡って何とコメントくることあるから念のためな。なるほど。てかエンディング曲、歌が聞き取れないんですけど、これって何を？聞いた感じ、日本語の楽再生かなんかじゃね。確かに言われてみればそうっぽいかも。独特な雰囲気の曲ばかり制作されてましゅね。あ、そうだ。ゴーホームと同じ作者さんのホラゲをクリアしたことだし、ついでにゴーホームで見逃した部分でも紹介するぜ。見逃した部分あったんだ。この前クリアした後に隠し要素は全部調べてたつもりだったんだが、普
普通に見逃しが2つほどありましたぜ。あと実況中の細かい部分にも気づけてなかった箇所もあるな。細かい部分？細かい箇所に関しては口頭だけで説明しておくぜ。大人モザイコちゃんが子供モザイコちゃんとマンションで遭遇するシーンあっただろ？ありましたね。実はあのシーン、超小声で、ここはもう君の家じゃない、と発言してるんだぜ。全然聞こえませんでしたよね。ボリュームを上げまくってやっとかすかに聞こえる程度だぜ。あれは普通気づけないぜ。それともう一つ細かい箇所なんだが、エンディングロールに入る直前、さあ、って書いてある紙切れが表示された直後なんだが、ここで大人モザイコちゃんが小声で、帰ろう、とつぶやいてるんだぜ。へぇ、そうだったのね。よく耳を澄まさないとわかんない要素あったのね。では、ここからはゴーホームで紹介し忘れてた要素二つをサクッと見せていくぜ。ここはマンションですね。実はモザイコちゃんの部屋の机に、携帯ゲーム機が置かれてるんだぜ。ピンク色のやつですね。これに近づくとだな。ゲームできたの？実はミニゲームが搭載されてましたぜ。今日のご飯はたこ焼きということで、半ニャママがクラウディアさんをお使いに行かせるといった内容だぜ。早速死んでる。道中に出てくるデメキンやゾウさんなどのオブジェクトを駆使して進むだけの横スクロールアクションだぜ。もちろん死にゲーだぜ。マリサさんはクリアしたの？もちろんクリアしたぜ。ハゲそうになったけどな。わざわざお疲れさんでしゅ。とまあ、細かい道中の話は全部すっ飛ばして、最後にオカメ面を踏んづけて撃破すればお使い達成なんだぜ。オカメ面倒したらタコさん出てくるのね。たこ焼き作るだけで無駄に命がけですね。このミニゲーム実況したら相当な外尺を取ることになるので、道中がどんな感じなのか知りたい方は自分でプレイするか、他の実況者さんの動画で確認よろしくお願いします。そしてもう一つの見逃し要素、新エンドだぜ。新エンドなんてあったんだ。条件は、タコ撃破後のステージをノーミスでクリアだぜ。最終ステージでミスったらニューゲームからやり直しなんだぜ。そんな鬼畜条件だったんだ。マリサさんは何回目でいけました？10回くらい最初からやり直したわ。マリサさん顎めっちゃ上がってる。ミニゲームでハゲて、新エンド到達でもハゲたわ。マリサさんの顎も霊夢さんと同じくらい上がるようになった。カメラ動かしすぎでしょ。やっと解放されたんだから嬉しいに決まってんだろ。類いまれなるクリアと出てましたね。最後のステージをノーミスでクリアすることで、エンディングロールの世界を自由に見て回ることができるのぜ。クラウディアさんとか、ピアノ弾いてる人とか、ハンニャママさんとか、泣き虫さんとかもいるね。ゾウさん、クビチョンパパさん、お犬様もいる。歌が始まると大人モザイコちゃんが出てくるぜ。そうなんだね、ちょっと楽しみ。ハンニャママさんはエレキ弾いてる？演奏者の動作とかも細かいんだぜ。デメキンも空中浮遊してて楽しそう。ここに来るまでに一番苦労したのは、やはり音ゲー部分だな。あれでしょ、2体目の泣き虫さんを倒すタイミングが合いにくいやつ。そこだけで何度もミスったぜ。あ、大人モザイコちゃん出現。ここからはムービーかな？いや、もちろん引き続き操作していろいろ見て回れるんだぜ。確か通常エンドだと真ん中のスタックロールに隠れて見えてなかったよね。ここで実はモザイコちゃんが歌ってたことが判明する感じだな。スマホ持ってますね。ここからは終了まで見ない一定の動きしてる感じだな。泣き虫さんの外見、ほんとやばいね。ドラム叩いてる泣き虫さんを間近で眺められる唯一のチャンスだぜ。マリサさんどんだけ見てんのよ。よくこんなグロいの、近くで容姿できますね。泣き虫さんの体が一体どうなってんのか気になるだろ。結局グロすぎるだけでどうなってんのかわからなかったがな。演奏が終わったらそのままタイトルへ戻るのね。とりあえずおまけは以上だな。以上でやそ、デモ版の実況及び、ゴーホームで見逃していた要素の紹介を終了しますぜ。やそがまさかのホラー要素満載でびっくりしたよ。もちろんそこそこ死にゲーでもあったから顎がきつかった。でもマリサさんが隠れてゴーホームのミニゲームと新エンド頑張りすぎて顎きしてたとは。これ以上顎乖離しすぎたら私まで手術しなきゃいけなくなるな。やっぱ無理は禁物だな。できればマリサさんも無理してくれた方が私としては助かりますけどね。私は人間だからリグルに比べたら治癒力低いぜ。だから無理しすぎたら取り返しつかなくなるかもぜ。これからもリグルメインでホラゲ頑張ってくれ。そうやって私ばっかにやらせる。まあまあ、リグルは今回も結構な顎きしちゃったし、私もゴーホームのせいで顎疲労抜けきってないからな。ここらで締めくくって休みましょうぜ。最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんもストレス溜めすぎて顎きしないようにね。ポン。ムキモユウ様、ファンアートありがとうございました。ポン。つなぐみ様、高速顎きリグルのジフアニメありがとうございました。ちょ、顎削れる。そして同じ方からもう一つファンムービーが届いておりますぜ。え、ファンムービー？では再生。え、私？ちょ、ファントム。D033 も、めっちゃ襲われてるやん。え？吹っ飛んでる。あらら、撃退しちゃった。
以上ファンアート、ファンムービーの紹介でした。あの2強を余裕で撃退なんて私にはできません。未来のリグルなら余裕だろ。想像できません。すまんリグル、確認し忘れてたことがあったぜ。え、まだ何かあんの？裏世界に来た直後だぜ。2階に上がったところあたりで窓の外に何か見えた気がしたから確認してほしいぜ。ちょ、何あれ？うわ？顔面岩がこんなところにいた。しかも頭の後ろあたりから無数の手が生えてるよ。てかマリサさんよく気づいたね。リグルの目が節穴だな。節穴で悪かったね。とりあえずこれだけ確認したかったんだぜ。めんどくさいことさせてすまんな。最後に嫌なもの見ちゃったよ。今度こそ異常だぜ。